杉並区立大宮中学校は日本の公立中学校であり東京都杉並区に存在する学校である。1947年4月に開校。開校当時はまだ校舎が未完成であったために男子は杉並区泉にあった慶応商業学校の校舎で授業を受け女子は杉並区立大宮小学校の校舎を曲がりして授業を受けていたという。 現在の校舎が完成したのは1948年12月になってからで校舎完成後に男女が統合する形になった。周辺には再微要顧学校や福祉施設があり特別支援教育モデルを推進している地域であることから近隣小学校特別支援学校及び学区地域の住民などとの地域音楽交流会の開催など 周辺地域の交流活動に熱心に取り組んでいる。杉並区内の中学生有志で組織する杉並区中学生レスキュー隊の参加校である。また2020年の第32回夏季オリンピック東京大会並びに第16回夏季パラリンピック東京大会開催を前に杉並区教育委員会よりオリンピックパラリンピック教育推進校に指定されている。 学力を身につける学校、自己肯定感、自尊感情を育てる学校、ありがとうございます。